帰ろっか。お待たせ、アクセサリーが完成したよ。はい、こっちは君の分、それでこっちが私の分。うん、かわいいね。早速このアイングラウンドでも二人の思い出が作れたんだもの。大切にしてね。性能はそんなに良くないけど。私たちが一緒に過ごしているのってすごく不思議だよね。必ずしも常に一緒だったわけじゃないけど、大切な時間は二人で迎えた気がする。やめてよ、その呼び名恥ずかしいんだから。それにそっちこそ孤独なソロプレイヤーだったじゃない。あの時は何よりも攻略を進めるべきだって思っていたから、今みたいに広い視野で物事を見られてはいなかったと思う。それはそれ。その後からしばらくして私は少しずつ変わっていったよ。君と出会っていろいろなことを学んだから。私はそういう当たり前のことが目に入っていなかったから、だから君が教えてくれた何気ないことの数々がとても大きなものだと学んだの。どれも私にとって大切な思い出。まあ、君と出会った後に大変なこともいっぱいあったけどね。けどやっぱり、そばにはいつも君がいてくれた。君が一緒にいてくれることこそが、私にとっての力なんだよ。繋ごっか。暖かい。キリト君、君を肌で感じているみたい。どうしたの？どこであろうとも、私たちならずっと一緒に歩いていけるよね。冒険も楽しいことも一緒にいっぱい挑戦していこうね。
もちろんだよ。嬉しいな。Thank you.
甘えちゃおうかな。Yeah.